本日は中盤の選手ならこのターンできておかないとやばいっていうターンをご紹介したいと思います。皆さんこんにちは、 RWS ドリブル塾鹿児島支部代表の龍コーチです。本日は中盤の選手ならこのターンできておかないとやばいっていうターンをご紹介したいと思います。プロを目指す全カテゴリー、小学校、中学校、高校生、どのカテゴリーでもこのターンっていうのは必ずできておいた方がいいです。まだこのターン知らないっていう選手はこれからスクール映像を通してこのターンっていうのを教えていきますので、ぜひ動画の方最後までご視聴よろしくお願いいたします。で、今日いつもと撮影している会場、あれおかしいなって思った方多分いると思うんですけど、そうなんです、ここ唯一 RWS ドリブル塾が鹿児島県でやってる屋内のコートになります。トムランドっていう場所で、毎週木曜日夕方 の6時から8時でトムランドで行っておりますので、唯一 RWS でまだ空きがある会場です。また十数名でもう枠が埋まってしまいますので、無料体験スクールの方を随時行っていますので、こちらの方の公式 LINE の方にご連絡をお願いいたします。では早速このターンできておかれてやばいっていうターンご紹介していきます。行ってみましょう。このターンは本当に中盤のセンス、いやサイドでもフォワード前後ろでもどこでも使えるターンになってます。でこのターンを使っている味方のチームを見ると、うわこの選手にパス預けても安心だなっていう風に思ったり、また相手にこういうターンできる選手がいると、うわ今日こういうターンしてくる相手になんかだれいな正直思ったりします、コーチも。なのでこのターンっていうのはプロを目指す上で絶対に必要なターンになってくるので、ぜひ練習してみてください。でここトムランド、アイラコーなんですけど、まだ十数名空きがあるので、無料体験スクールの方を随時行っておりますので、ご連絡の方をお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。